行政刷新会議は内閣府に設置されていた期間。2009年の民主党政権によって設置され、2012年に同党がゲイすると廃止された。民主党が第45回衆議院議員総選挙において示した政権構想において官邸主導、政治の一元化を目指すための骨格組織のうちの一つとされ2009年9月16日の鳩山。 雪男内閣発足後、内閣官房に設置された国家戦略室、関係閣僚による閣僚委員会と並び鳩山由紀夫内閣の政治主導を実現する組織として閣議決定により設置に至った。構想自体は初のマニフェスト選挙と言われた第43回衆議院議員総選挙の際に党の政権準備委員会が打ち出した。 政権構想の際から打ち出されていた。鳩山幸男内閣発足2日後の2009年9月18日に、閣議決定を行い、法律上の根拠を持たせるまでの暫定措置として、国民的な観点から、国の予算、制度その他国の行政全般のあり方を刷新すると、ともに、国、地方公共団体を呼び、民間の役割のあり方の見直しを行うため、 内閣府に行政刷新会議を設置すると決定した。2011年11月20日から国の重要政策の問題点を公開で議論するという提言型政策仕分けが始まった。政策決定権はなく改革を進めるにあたっての検討の視点や方向性を整理するものと位置づけられている。23日まで4日間の日程で行われた。 しかし、第46回衆議院議員総選挙の結果によって民主党が下野し、政権復帰した自由民主党による第2次安倍内閣が発足した2012年12月26日深夜の初閣議により、党会議は廃止が決定された。閣議決定によって設置されたが、法律上の根拠を持たせるための法改正が検討されていた。 内閣府設置法を改正して、法律上の根拠を持たせるための法案として、政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案を2010年2月5日に閣議決定し、同日国会に提出したが、第22回参議院議員通常選挙において、与党が過半数割れとなったため成立が困難となり、 2011年5月12日に衆議院において撤回が許諾され廃案となっている。同改正法案では国民の視点に立って行う国の行政に関する予算及び制度その他国の行政全般のあり方の刷新並びにこれに伴い必要となる国、地方公共団体及び民間の役割のあり方の見直しを行政の刷新と定義し、 行政の刷新に関する施策の実施の推進及び関係行政機関の事務の連絡調整に関することを内閣府の所掌の中に含めた。また、行政刷新会議の任務として次の事項を定めた。議長は内閣総理大臣が、副議長は行政刷新担当大臣がそれぞれ務める。その他に内閣総理大臣が指名する者や、 有識者を構成員として組織する。必要に応じて分科会を置くこともできる。行政刷新会議の事務は内閣府設置法を根拠に内閣府が行うこととされ、2009年9月18日の会議設置に合わせて内閣府に事務局が設置された。事務局に使われる机は普通の事務机とは異なり、120度の角度がついた。 ブーメラン型の変わった机を使用している。価格は椅子と机のセットで166,215円であり、購入時に財務省側は刷新会議設置の趣旨に反するのではないか。各省庁にも余った机と椅子はある。という声に対し、行政刷新会議事務局側は、スタッフ同士のコミュニケーションが取りやすいと反論したため、結局、 国家戦略質分も含め、計82セット、13629,630円で購入。行政刷新会議の設置について後に基づき、規制、制度改革に関する調査を行う目的で、2010年3月11日、行政刷新会議において設置された、分科会。 行政刷新会議の設置について後に基づき、抗義の公共サービス改革を推進する目的で、2010年9月30日、行政刷新会議において設置された、分科会。行政刷新会議の設置について後に基づき、独立行政法人の制度、組織の見直しにかかる検討を行う目的で、2011年9月15日、 行政刷新会議において設置された分科会。2009年11月30日付行政刷新会議決定に基づき、広く国民及び職員から国の行政の無駄、非効率、不透明な取り決め等を聴取する目的で内閣府に設置された意見聴取窓口。ありがとうございます。